さん、地球温暖化が私たちの生活にどのように影響を及ぼすか想像したことはありますか？ここ数年の猛暑、強大化する台風や豪雨、実はこれらの異常気象、偶然起きているわけではありません。地球温暖化が一つの要因とされています。世界の平均気温は産業革命以前からなんとおよそ1度も上昇。そしてこのまま進めば2030年から2052年までの間にさらにおよそ 0.5 度上昇する可能性が高いと予測されています。このことで気象の面で一体どのようなことが起こりうるのでしょうか。今世紀末の岩手県にタイムスリップしてみましょう。岩手県の平均気温は20世紀末に比べおよそ 4.6 度上昇。夏は強烈な暑さです。これにより真夏日、猛暑日、熱帯夜が増加、熱中症も増え屋外に出ることが危険となります。雨が降らない日も増加かと思いきや、激しい雨の発生がおよそ 2.5 倍に増えます。これにより洪水被害や土砂災害のリスクも高まります。さらに生態系へも影響。デング熱の媒介生物であるヒトスジシマカの分布域は岩手県のほぼ全域に拡大します。地球温暖化の影響を最小限にするため時間がありません。私たちの確実な行動が求められています。家電製品や自動車の省エネ化は日々進んでいます。地球温暖化防止のために買い替えるときは省エネ家電やエコカーなどを選び、住まいのエネルギー消費を減らしていきましょう。この取り組みについて岩手県のホームページ岩手ワンコ節電所で詳しく紹介しています。地球温暖化の影響はもはや次の世代の問題ではなく現在の問題です。人事ではありません。私たちの手で地球を守っていきましょう。